先ほどの同じ、えー、島の盆そして島の海と夜と同じ体験者の方、えー、この不思議なことがよく起こる島この話です、えー、ある女性に聞いた話です小学校5年生くらいのお盆でのことその日はもう朝からとても嫌な気持ちだったそうですお盆はいつも会えない親戚たちに会うことができる いいつもも楽しいものなんですでもその年のお盆はとても嫌な気持ちでいっぱいだった嫌な気持ちについて例えてみるとどんな感じですかねって僕が聞くと先に嫌なことがすでに見えてるのにそこに行かなくちゃいけないようなそんな感じだったそう彼女は言ってました昼間は親戚で集まってお友達はお酒を飲んでる でも夜になっていくにつれてどんどんと気持ちが沈んでいくいっつも行く盆踊りにはもうあんまり行く気にはなれず後片付けにだけ参加してその後すぐに家に帰ってきた家に帰ってきてから寝る準備をしたんですが寝る気にはなんかならなかった彼のおじいちゃんは彼女のおじいちゃんは怖い夢を見たり怖いものを見たらおじいちゃんの横におれや おじいちゃんの横にあれはおじいちゃんの気迫に負けて幽霊も寄ってこうわって豪語する人だったんですねで彼女はおじいちゃんそんなお茶目な人なんですけどでも今でもそれ信じてるんですよ彼女は笑いながら言ってましたそのおじいちゃんを彼女は待ってたんですがおじいちゃんに酔っ払ってもうペロペロになって帰ってきたんですでわしは寝るわ って言って寝出したおじいちゃんの横に布団を敷いて彼女も寝だしたおばあちゃんも自分を挟んで布団を敷いて3人で川の字になって寝ることになった他の家族は寝静まったんですが自分は全然眠ることができなかったあーもう嫌だもうなんか今日は絶対なんかある怖いいつもと違う怖くなった彼女は隣で寝てる おじいちゃんの布団の上に手を乗せた部屋の中には外からの街灯の明かりが入ってくる自分の手の動きがおかしなことに気が付いたんです自分の手の影がない街灯の光や周りを見渡すと絶対に影が見えてなければおかしいいくら手を振り回して試してもやっぱり自分の手の影がない おじいちゃんの布団を見ると呼吸で布団が上下する揺れはしっかり見えてるでも自分の手が見えないなんで怖いそう思ってるうちにおじいちゃんが寝返りを打って寝てる体勢を変えたでもおじいちゃんの影が全く動かないしかも自分がさっき見たおじいちゃんの影だけは さっきと同じように呼吸で布団が上下し続けてるまるで影と体が切り離されたようだったえ怖いなにこれそう思っておじいちゃんの手を布団の中から掴んだ瞬間体が白くなった彼女は言うんです私いわゆる嫌な感じ怖いと思うと体が黒くなるようなイメージがあるんですけど その逆の時は白くなるようなイメージがあるんですよだからこんな状況だったからなんでって思って彼女はとっさになぜかおばあちゃんの方を振り返ったするとおばあちゃんとおばあちゃんの近くにあるタンスの間に女の子が一人立ってる彼女は言うんです全然知らない女の子だったんですけど見た目が本当トザ・座敷わらしって感じで着物におかっぱ頭だったんですよ えここ怖いそう思ったのが最後だった気が付いたら朝になってた翌朝彼女あ家族にその話をしたんですが家族は彼女に不思議なものを見る力があるって知ってたからかああはいはい軽く流されちゃった彼女はいいんです未だにその子は誰かわかんないんですほんと座敷わらしって見た目だったんですけど 私助けてもらったんですかねそう彼女は言ってました。えー、影取りという話です